どうも皆さんこんにちは、こんばんは、湘南 PF です。本日はですね、湘南 PF チャンネル1周年記念動画を作りました。それでは本日もよろしくお願いいたします。湘南 PF チャンネル開設1周年ありがとうございます。湘南 PF は2022年6月4日にチャンネルを開設いたしまして、2022年の6月5日に最初の1本目の投稿をいたしました。現在では1本目の最初の動画は非公開となっており、新しく紹介動画を作りました。その紹介動画は URL が概要欄にありますので、ぜひご覧ください。湘南 PF チャンネルは2022年12月24日に、チャンネル登録者数をまあまあで再生回数を経たオフの駅人身事故当該者停止時発車の動画が、なんと結構伸びてたんですが、最近はもう伸びなくなりました。他にも結構ショーツが結構伸びてるようになってきましたね。ツイッターフォロワー1000人や大宮グループの所属することなど、いろいろ1年で変わりました。一時は毎日投稿してたなどの時期もありました。湘南 PF の進化は、進化というか、まあ動画投稿は止まらないかもしれませんね。 Twitter などの、投稿も結構多く投稿されている湘南 PF。 5月2日にはフォロワー1000人を超える。また4月23日大宮チャンネルのグループに所属することとなり、投稿の開始時よりは結構パワーアップした湘南 PF でございます。そして皆さんお気づきでしょうか、一本を投稿しないあんこ電車好きさんも僕のアカウントを使っているということになります。いろいろなショーツとか上げてくれたりしています。結構伸びてきているショーツ、ありがとうございます。チャンネル開設1周年はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。